中継の方始まりますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは産業建設常任委員会を開きます。本日の議事録署名委員に飯塚委員、丸山委員をお願いいたします。よろしくお願いします。本日の委員会ですが、付託議案の説明終了しております。質疑から始めたいと思います。その前に本日の日程でありますけれども、ただいまより都市整備部、続きまして産業振興部の順に質疑を行います。なお都市整備部から1件の報告がありますので、質疑の後にこれをお願いしたいと思います。討論採決についてはその後に行います。それでは本委員会に付託されました案件は2件です。これらの案件を順次議案といたします。まず最初に議第67号平成27年度一般会計補正予算第3号のうち歳出の都市整備部所管分について質疑に入ります。質疑はありませんか。はい、佐藤委員。1点だけ確認させてもらいますけれども、中心市街地活性化推進費で800万円追加ということで、副市長の説明の中では、追加措置があったというような説明がされたんですけれども、これ、私、27年度の当初予算でもここの項目、質問をしたんですけれども、当初予算が3000万円、3000万円で、やりますよということで、これ追加見ると800万でかなり大きい開きがあると思うんですけども、まずこのなぜ追加になったのか、どういうことで追加になったのかを確認させていただきたいと思います。都市政策課長。都市政策課長。はい、副市長の説明は非常に短かったものですから、ここで若干説明させていただきたいと思います。この柏崎駅南口広場整備事業では、現在の広場の北側の JR 用地、を一部買収いたしまして、南口広場を拡張しまして、トイレなどの利便施設を整備する計画でございます。この買収予定地内に JR 通信ケーブルが埋設されていましたことから、所有者であります JR 東日本に移設工事を委託するものですが、今回この委託費を増額措置いたしたいものです。当初予算計上にあたりましては、昨年度 JR 東日本に移設設計と費用見積もりを依頼し、移設費用を3000万円としておりました。ところが今年度に入りまして、 JR が実施設計を進めた結果、通信ケーブルの移設に伴いケーブルを保護する容器であるトラフのサイズアップ出力区間が300メートル増えて全体で900メートルとなったことから、移設費用を800万円増額いたしたいものでございます。当初予算作成段階では、ケーブル移設費用について、JR 東日本新潟支社から見積もり報告を信頼しまして、その額を計上しておりましたが、新年度に入って、協定締結を結ぶ段階の4月になりまして、設計に不足があったということで、JR からの連絡がありました。増額内容を聞き取り行った結果、トラフのサイズアップ区間の延長増ということで、やむを得ないものと判断いたしまして、増額措置をいたしたいものでございます。以上が代表でございます。はい、はい、佐藤委員。今の説明聞きまして、私もケーブル専門家じゃなくてよく分かりませんし、土の中にあるものなので、多分 JR さんしか分からなかったことだろうと思って、でやむを得ないということは、事情は分かります。で、あそうか、だいぶ工事が広がるようなんですけれども、当初の計画よりも期間的には長くなったりするんでしょうか。そこ言ってないで、ごめんなさい。都市政策課長。都市政策課長。はい、工事区間、通信ケーブルが光ケーブルのため、物流接続等ができないために、かなり工事区間が広範囲になります。それで、今のところ、JR の方に確認いたしまして、この工事区間が大きくなることについて、大丈夫か、今年度内の完了が大丈夫かということを確認しまして、2月頃までには
まあ、これから今後補正予算後に協定と結んでも、まあ、2月ぐらいには完了するというふうに聞いております。はい、はい、新外に関連でも少しお聞かせいただきたいんですが、まあ、うちの場合はGIS とか使って、いわゆる柏崎市が管理すべき、ガス水道、下水道の位置と大体把握してるわけです。まあ、大体把握してるわけですよね。で、確か国交省あたりもかなり光ファイバーとか入れてるけども、その位置的なものは全部そういった感じ GIS とかで、位置を持ってる。で、JR っていうのはそういうことをやってないんですか。はい、都市政策課長。はい、まあ、ちょっとそこも詳しくは承知しておりませんが、今回まあ、ケーブルはどこに入っているかは把握してあるんですけど、そのケーブルを保護するトラフといいまして、まあ、速攻、まあ、速攻蓋だけみたいなものなんですけど、そのサイズ等までは正確に把握していないために、そのケーブルがいっぱい入っているともうそれ以上入らなくなると、そのケーブルのサイズアップが必要になるということで、まあ、ケーブル自体は把握しているとは思いますが、そのそれを入れる容器についてはまだ詳しく把握していなかったものと思われます。新外、まあ、相手さんのことなんでね、あれですけれども、まあ、JR もかなり市がいろんな工事をするときには厳しい制約をつけてくるわけですよね。自分たちがやるときはね、これ3000万が800万プラス、まあ、要するに3800万になるって言ったら3割近いアップですよね。そんなことは通常の世界では許されないんだけど、 JR だけは許されるみたいなね。それはやっぱりね、今後もそうだけど、JR と交渉していくときに、いつもそうだけど、市は負担が増えるばっかりなんだよね。減るなんてことは一回もない、今まで。これはね、皆さん方もそうだけど、JR と契約したり、協議するときには、相当念を押してね、こういうふうな結果にならないように、今後やっていってもらわないと、ね、いろんな交渉事だけども、ただ単にね、自分たちが見落としてましたんで、追加でくださいみたいな話はね、まあ、普通、まあ、これはもう契約してないからだけど、一般の業者の皆さんだったらもう勘弁してよって言いますよ。こんな800万も出せないって言ったら、今後の対応、 JR とのこういう交渉事はね、どういうふうにしていくのか、まず基本的なところを聞かせてください。はい、都市政策課長。都市政策課長。はい、まあ、このような増額になりまして、まあ、担当者、まあ、JR の担当者は非常に申し訳ないというふうに謝罪しておりますが、まあ、今後は JR の責任者の方にまあ、申し入れまして、まあ、今後十分こういうことがないようなことで申し入れたいと思っております。都市整備部長どうですか。都市整備部長、今、新外議員さんの言われた点につきましては、全く同感でございます。まあ、JR、できるところが JR しかございませんので、どうしても他のところにということは選択肢はございません。ですが、それとは別に、まあ、予算の措置という点ではですね、まあ、非常に貴重な財源を振り分けて予算を組みをしておりますので、今、都市政策課長が申し上げましたとおり、それにつきましては、今回の事例をまあ参考にしてですね、こういうことでは非常に対応がまずいということで申し入れをしたいと思っております。はい、他にございませんか。よし、はい、質疑を終結いたします。それでは議員間討議に入ります。よし、ございませんか。議員間討議を終結いたします。それでは質疑を終結いたします。それでは続きまして、議第71号指導路線の認定につきまして質疑に入ります。質疑はございませんか。なし。はい、補足説明もございませんか。ありません。はい、
質疑を終結いたします。議員間討議に入ります。よし、はい、議員間討議を終結いたします。それでは質疑を終結いたします。それでは都市整備部から一件の報告事項がございますので、ここで報告説明を求めます。国道8号線失礼しました。国道8号バイパス事業の進捗状況について説明をお願いいたします。はい、8号バイパス事業室長。はい、8号バイパス事業室長。それでは、国道8号、柏崎バイパス事業の進捗状況について、ご報告いたします。事前に配布いたしました報告資料を、こちらをご覧ください。項目の1番といたしまして、まず国道8号柏崎バイパス事業の経緯でございますが、平成元年に延長11キロの4車線道路ということで、都市計画が決定しました。その後、平成14年に国道252号から353号間の 2.6 キロメートルと、平成17年には鯖江市側にかかります新豊田橋付近の 0.5 キロメートルがそれぞれ暫定車線で許容しております。その後もですね、未許容区間におきまして順次用地買収や工事が進められております。続きまして、項目2番、事業中区間の進捗状況についてご報告いたします。まず括弧1、事業の進捗率といたしましては、昨年度末現在、事業費ベースで約 62% となっております。そして、現在、事業中の未供用区間2か所における進捗状況ですが、まず、括弧に東原町から茨目間につきましては、用地買収が面積ベースで、すでに 99% 完了しておりまして、残るは民地4件と、たすか緑地の一部 となっております。しかしながら、最後のページにございます、資料4ページでございますが、バイパス事業用地内の宝田、山崎、岡谷遺跡といった遺跡群が発見されておりますので、工事に先立ちまして、まずは遺跡調査を完了させる必要があるというような状況でございます。この遺跡調査につきましては、すでに一部着手している状況でございますが、市といたしましても、これまで国や調査担当の県に対しまして、遺跡調査の早期完了を強く要望してまいったところでございます。詳細については後ほどご報告させていただきます。すぐに、括弧3、国道353号から藤波間でございますが、2ページの写真にあります通り、県の地区で、トンネル工事に着手しております。続きまして、項目3番の平成27年度事業予定についてご報告申し上げます。まず、括弧1、予算概要ですが、27年度当初予算は、昨年度とほぼ同額の13億5000万円計上されております。昨年と比較して、工事費の割合が大きくなっているのが特徴でございます。次に具体的な事業内容でございますが、括弧2、東原町から茨目間におきまして、遺跡調査が本格しております。これまでの要望数の成果でございまして、調査体制が平成25年度一般でございましたが、昨年度より3班へ強化することができました。調査遺跡数が3から 2遺跡となりましたが、資料4ページに示しています岡谷遺跡を2班、山崎遺跡を1班で実施すると聞いております。遺跡調査の完了時期についてはまだ国から公表されておりませんが、まだ約10万平米もの面積が残っております。今後も国や県に対して引き続き調査の早期完了を要望してまいりたいとに考えております。続きまして、括弧3、上東から藤波間におきましては、県の地区の改良工事を促進してまいります。今年度はいよいよトンネルのですね、本体工事が着手します。工事内容は、大きなボックスを設置した後に、土を盛ることによりまして、最終的にはトンネルとなります。最後に、括弧4の要望活動でございますが、国道8号柏崎バイパス事業促進協議会といたしまして、今年度は7月7日に長岡国道事務所への要望を予定しております。7月13日には北陸地方整備局、7月下旬以降に、国土交通省及び地元新潟県選出の国会議員へ要望する予定でございます。
そして10月頃には新潟県の要望も実施したいと考えております。このように指導いたしましても、一日も早いバイパス橋に向きまして、引き続き関係方面に強く要望していくとともに、事業促進に寄与できるよう詰めてまいります。以上、国道8号柏原事業の事業進捗状況につきまして、ご報告を終わります。報告終了いたしました。ただいまの報告について質疑意見はございますか。丸山委員。質疑ではなくては意見に近いんですけどね、非常にもういつもなんか分からんというような感じで、私どももちろんのこと、あの辺取って、あの辺の道路を利用している皆さんは口々に、一体これはどうなっているんだというような声が非常に強いですね。従いましてまだ竣工の見通しも、まあ、立っていないと言ってもいいぐらいな感じだと思うんですよね。ですから、まあ、物事は大きな金を投じてやっている事業ですから、一時も早い事業効果を出さなきゃならないという重大な使命があるわけですよね。しかし今のような状況であれば、その効果がいつ出てくるのか、いつ道路として利用できるような形、それは一部共用しているとは言うもののですね、道路も川もそうだけど、一部できたって全部できないから効果が出ないわけだよね。そういうことを考えれば、まあ精一杯やってるというご説明ですけれども、我々の意見を見ると、もっとどうして早く個人のピッチが上がられるかって非常に疑問を持っている。その大きな理由の一つに遺跡調査というのがあるわけだけども、まあ、3番体制になったというのはご説明がありましたけれども、この遺跡調査をね、工事費と もう同じぐらい その調査費をかけてやってるわけですよね。むしろその遺跡調査の方が下の工事よりも大掛かりに見えるぐらい遺跡調査をやってますでしょう。ですからね、もう国民さん挙げて、あるいは市も挙げて、一つ工事の、まあ、ピースをね、スピードアップやるように、このあらゆる努力をしてもらうわけなんだと思うんですよね。今聞くと北陸地検とか、あるいは県とかっていう話ですけど、国会の方で要望はできないんですか。八号バイパス事業室長。国会の方の歩みにつきましても、昨年度ですね、直接議員さんではないんですけれども、秘書の方の方にですね、いろいろ要望書をですね、お渡ししている状況でございます。ですね、おっしゃる通りですね、バイパスは、まあ、全線つながらないと効果がしないということで、私どもとしても早くですね、早期共有をする。ように要望しているんですが、おっしゃる通り遺跡がですね、かなりかかっているということで、従来から、まあ、拡充ということで、一昨年からですね、三班体制ということでしておりまして、引き続き、まあ、国の統計の方について、遺跡の方をですね、早く進めていただく方を要望してまいりたいと考えております。はい、丸山委員長。まあ、皆さんに聞くのも酷かもしれませんけれども、私は、まあ、全くの素人ですので、その遺跡の重要度と言いますかね、今遺跡群が発見されたとこういうご説明でしたけれども、どの程度のどういうところにその重要な点がある遺跡なのか、ちょっと皆さんの知ってる範囲内で聞かせてください。どのような、それはまあ文化庁の担当でさ、文化保護法で きちんとやられているかもどうしようねんだっていうのはそれは、ね、話だけれども、どの程度の遺跡やってどのくらい大切にしなきゃならない遺跡なんかっていうのは我々にはちょっと分からないんでね、それ分かったら教えてください。はい、八号バイパス教授室長。八号バイパス事業室長。ですね、まあ、教育委員会から聞いている内容をちょっとお話ししたいと思います。岡谷遺跡、まあ、後ろのこちらのページの方のございますけれども、
イバンベルからあの最初のこの遺跡ですね。この遺跡は、集落遺跡が見つかっているということで、その集落遺跡も、まあ、中世13世紀から15世紀の間と、まあ、近世ということで17世紀のこの2つの、世紀のですね、遺跡が判明されているということを聞いております。あとその隣の山崎遺跡はですね、平安時代ということで、まあ、9世紀、中頃といいますか、そこから後半に関してこれも、集落遺跡が見つかっていると聞いております。あと一番、こちら側の宝田遺跡でございますが、これは古代の、7世紀から8世紀初頭の、水田遺跡が、見つかっているというふうに聞いております。新賀委員。はい、まあ、今あの丸山委員さんが、ね、冒頭言われたように、まあ、いつになったら終わるんだっていうか、いつになったらできるのと、もうそれこそ私が高校生の頃からですから、もうね、話が出てて、多分私が生きてる間にこの道路を走ることができるんだろうかと思うぐらい時間がかかってますが、私あの今ね、まあ、国にも要望っていう中にはありますがね、皆さん方の考え方をちょっと確認しておきたいのは、この、8号バイパスってあの長岡国道事務所の冊子というかね、ペーパーがありますよね、チラシがね。でここにはあの災害時における交通の確保ということで、まあ、あの知恵と知地震のことが書いてあるわけですね。で、まあ、これの経験もそうですが、 3.11 の東日本の震災の後の、まあ、福島の原発事故といった中で、松波宝田線をね、いわゆるその避難道路の一つの考え方の中で早期に実現していこうということで、まあ、調査に入ってるわけですよね。で結局その松波宝田線にしてもね、この8号バイパスにつながらなければ意味ないわけですよね。逆に言ったら今の8号線に松並から早く出てきて降りちゃったらもっと渋滞するわけですよ。渋滞してるところに、ね、渋滞に輪をかけるような格好になるわけです。でそういったことを、まあ、前にも一回言ったことあるんだけども、やはり国にね、どういう要望してるんですか。この8号バイパスっていうのは昔のいわゆるその8号線が混雑している、渋滞している、ただその渋滞の、ね、緩和策ということから少しずつ意味合いが変わってきてるんじゃないかと僕は思ってるんですね。でその辺のところは国に対してどういう要望してるんですか。都市整備部長。都市整備部長。8号バイパスの役割ということでございますが、あの今杉谷さんおっしゃったように、当初はいわゆるその地域ネットワークといいますか、地域振興ということのところに主眼があったというふうに理解しております。ただその後ご存知のように災害が、まあ、当地でもございまして、まあ、幹線道路の避難路、それから緊急時の物資の輸送路、そういった意味合いも非常に重要視されておりますので、要望につきましてはその2本立て、まあ、最近はむしろその防災面の方が若干ウェイトが高いかなということで、まあ、国の方に要望しているものでございます。あの先ほどその宝田、境田松並の関係のお話もございましたが、まあ、あのそちらの事業も今申し上げました通り、まあ、地域振興といいますか、そういった道路ネットワーク上の面と防災上の面合わせて、まあ、必要という要請でございます。まあ、いずれにしましても私どもの方の都市計画道路の方も、まあ、非常に事業費のかかる路線でもございますし、まあ、少し長いスパンでものと考えないと一気にはなかなかいかないという事業量でもございますので、まあ、あの全体として8号バイパスと、まあ、同じような形でですね、ある程度進めていかなきゃならないと思っております。一応8号バイパスの意味合いとしてはそのような感じで要望をしております。新がいい、まあ、あの防災関係のしっかりやってるんだという今ご答弁だったので、まあ、安心はしたところですけれども、やっぱり国は今あの防災減災ということではですね、かなり予算を、ね、つけようとしているところですよね。
そういったところから見ればですね、やはりまあ、それは日本全国みんな同じような要望してるんだろうけど、特にですね、いわゆる原子力発電所があって避難計画を作って、でその避難をどうするのという議論をしているところでですね、いわゆるその避難道路が全くその私がすればもう遅々として進まないというぐらいの状況なんだから、これはやっぱり国に対してもね、やはり国もある意味で言えば原子力発電所に関して言えば政府は国策で動かそうとしているわけですから、そういったことを考えればね、国の中でのこの8号バイパスというものをですね、もう少しその意識を上げるような活動をね、やっぱりしていってほしいなというふうなことだけ、まあ、要望して、大体答弁分かるんで終わりにします。丸山委員、一つ確認だけさせておいてください。この計画は今新外委員がやられたように非常にもう長期にわたっているわけですよね。今井市長の頃からですからね。で、あの当時は2つの段階に分かれてましてね、クジラの池から立川までは、いわゆるチョークライン、太い線だった。それから、立川から116のと8号線の交差点までは、ペンシルラインの細い線だったんだよね。部長は分けだと思うけどね、分かりませんか。そうだったんですよ。それで、これ何度も確認したの。おい、立川から西中通りは、一段遅れてやるっていう意味なんか、この線の細さはあると。いうふうに言ったら、いやそうなんだと、最初はそういう答えだったんですよ。今はそれが消えて同一に扱われている、11キロ全部同じだと思うんですけれども、そういう扱いだと思っていいでしょうかね。もっとその線の意味が分からなきゃ答えようがないだろうけど、いやそうだったんだよ。都市政治部長、若干古い内容もございましたので申し訳ございませんが、そのペンスラインでしょうか、それについて私ちょっと、存じ上げておらないのが終わりで申し上げます。ただ現在のところですね、基本的には私ども、暫定の2車線で、前線の計画をしているというふうなことでご理解をしております。委員長すいません、はい、飯塚委員、総事業に対する進捗状況は分かりましたが、ちょっと関連してよろしいですか。お願いします。総事業に対しての進捗状況についての報告は分かりました。でバイパス関連でですね、一応お願いしたいんですが、共有区間の半田からね、上東区間のバイパスの道路の状況は非常に悪いですね。もう凹凸があって、もう沈下が激しくて、ひどい状況になってますよ。でみんな車は徐行してます。交差点にかかるところ、救急車も徐行してるんですよ。そこに病院が見えてても徐行してる、こういう状況にあるこの8号ガラスの教育館、これなんとかできないんですか。8号バイパス業室長、8号バイパス事業室長、今その区間については当然国の方で直轄で管理しておりますけれども、今言った話をですね、まあいろんなチームの方でも聞いておりますので、順次ですね、の方にお話ししていきたいと思っております。他にございませんか。副委員長、はい、委員長、はい、3人の委員の方が質問された全てにも関係するんですが、陳情の仕方につきましてですね、ちょっともう少し詳しいところをお聞きしたいんですけど、文書で、各機関に陳情しているだけでしょうか、それとも直接ですね、行って交渉して説明して陳情しているような手法を取っているのかどうか、それを確認させてください。都政部長、都政部長、陳情の方でございますが、極力関係機関のですね、まあ、上層部の方に市長自らお会いをして、まあ、長時間の時ではなりませんけれども要望書を手渡す中で個別に時間を取っていただいて、まあ、ことで経緯から、まあ、市の思いを伝えてお願いをしているという形でございます。国会関係だけやって、確かに結果です。省庁審議、他にございませんでしょうか。はい、それでは次意見を終わります。これで都市整備部関係の審査及び報告は終了いたしました。
都市整備の皆さんご苦労様でございました。それでは説明員の入れ替わりのために若干の休憩をいたします。再開は10時45分にいたします。